じゃあですね、今日は SDGs についてダンスに、ね、どのようなことをやったらいいかっていう、まあ、具体的にどういうことをやっていくかってことを詰めていって、日本は特にジェンダーへの理解とか LGBTQ への考えが足りてないので、ダンスは楽しむだけでなくていろいろな人との関係をつなげることができるものだと思ってて、世界中で電力を使えてない人が調べたら約8億人ぐらいいて、その人たちに電力を与えるっていうのをコンセプトにしたいなと思いました。なんかあんまりこう貧困のことを最近見なくなったなってちょっと自分自身思ったので、貧困のことをテーマにして考えました。タイトルは共生って書いて共生なんですけど、もともとなんか小学校の授業とかで、あ、そういえばスラム街のこととかあったなって思って、でネットで調べてもう一回見たんですけど、本当にもう別世界な感じが写真だけでも本当に分かって、なんかすごくそれがなんか衝撃を受けたので、ちょっとかぶっちゃうかなと思ったのと、これ考えていくとさ、全部さ繋がってくるじゃん。だからさ、とりあえずその軸となるものを決めたいと思うから、貧困をテーマにしたいなっていう人を手挙げてください。ジェンダーをテーマにしたいよっていう人で、一番多かった貧困をテーマにしてやっていきます。いろんな案があった方がいいと思うから、こんなに人数いるんだからみんな思ってることが同じなわけじゃないと思うから、お金持ちの人で意地悪な人もいるけど、お金持ちの人の中でも世の中に優しい人はいると思うから、でその限られたその環境の中でも希望みたいなのを出していけたらいいなと思いました。 SDGs っていうのがテーマだから、その衣装を新しく買って、でまた今後使わなくなって捨てちゃうっていうのはちょっと矛盾が生じちゃうかなと思うんだから、その今まで自分たちが使った衣装とかそういうのを 3R そういうのができたら、その SDGs のテーマにまた沿ったその行動ができるのかなって思いました。なんか結構今まで SDGs について深く考えることがなかったんですけど、これからももっといろいろなことが知れたらいいなって思いました。これから作っていくそのダンスで一人でも多くの人に自分たちのダンスが伝わって、こうもっとこう自分たちにできることがたくさんあるんだっていうことなどを知っていただきたいなっていう思いがすごく強くなっていったので、最初はその苦しい状況ですごいマイナス思考な、シーンになっているんですけど、サビに向けてだんだんと力強くなる、その生きようっていうのを表現するために力強い作品にしたいなって思ったので、
気持ちになってやってほしいから、表情とかも後で結構みんな研究して、本当に一つ一つの動きとか表情も全体的に研究してやってほしいので、これから練習重ねてってどんどんみんなと気持ち高めてやっていきたいなと思います。